ベストラは土星の第39衛星である。逆行軌道で土星を公転する不規則衛星で北欧軍に属する。また、同じ北欧軍のナルビと共にサブグループであるが、ルビ軍を形成していると考えられている。デビッド・シジュイット、スコット・ S ・シェパード、ブライアン・マースデン、ジャン・クレーナらの観測チームにより、2004年12月13日から2005年3月5日の 間に行われた一連の観測によって発見された。最初に確認されたのは12月13日の観測である。観測には、スバル望遠鏡、WM 結果天文台、ジェミニ北望遠鏡の大型望遠鏡群が用いられた。2005年5月3日に小惑星センターのサーキュラーで他の11個の土星の新衛星の発見と合わせて報告され、S。 2004S18 というカリフ号が与えられた。2007年4月5日に、北欧神話の主神オーディンの母である下の巨人の女性ベストラにちなんで命名され、サターンク6という確定番号が与えられた。土星からの平均距離は約2020万9 0 0 0トルで、推定直径が約7トルの小さい天体である。 軌道離心率が0.5を超えている数少ない土星の衛星の一つである。発見当初の初期観測に基づく軌道要素の推定では、軌道離心率は0.77と極めて高い、推定値が算出されていた。多くの巨大ガス惑星の遠方の不規則衛星と同様に、ベストラの軌道離心率や軌道傾斜角も古材メカニズムによって変動していると考えられる。 ありがとうございます。